はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマは、数年でお金を順調に増やすために手放すべきことということでお話をしていきます。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、こちらですね、第1作目、第2作目の本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。何度か重版させていただいておりまして、累計3万2000部突破いたしました。まだ読んでない方、買ってない方がいましたら、この動画の下にある概要欄に詳細のリンク貼ってあると思いますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。ということで、ここからが本題ですね。改めまして、本日の動画のテーマは、数年でお金を順調に増やすために手放すべきことということでお話をしていきます。まあ、現にね、まあ、僕自身は実際にそういったものを手放してきて、まあ、実際に年収だったりとか貯金だったりとかを増やしてきました。まあ、20代にして、まあ、年収がね1000万円を超えて、貯金も1000万円を超えたというところで、ぜひ皆さんも参考にしていただけたらなというふうに思います。ということで、早速一つ目から参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、一つ目は、お金持ちにはなりたくない、お金は嫌いという思考ですね。お金持ちにはなりたくない、お金は嫌いという思考です。まあ、皆さんはね、そういうふうに思っている方いないかもしれないですけども、まあ、実際昔の僕はどうだったかっていうと、まあ、お金がなくてもいいかなと。まあ、実際にミニマリストになりたての時もですね、まあ、そこまでお金がなくても暮らせるし、お金持ちにならなくてもいいかなっていう風に思っていたりとか、あとはね、なんかガツガツ稼いでる人となんか気が合わないというか、なんであんなに頑張ってるんだろうみたいな風に思ってたりとかもしていました。ただこういう方はですね、まあ、やっぱりお金とは縁遠くなってしまって、お金が増えないです。まあ、収入だったりとか貯金とかも増えないんですよね。で、逆に、まあ、お金持ちになりたいっていうよりは、まあ、なんとなくお金を増やしたいだったりとか、まあ、お金が嫌いっていうよりはお金が好きっていう方に、まあ、思考が変わっていった方が、まあ、実感として収入も増えたし、貯金も増えたかなっていう風に思います。やっぱりね、あの価値観が変わると、まあ、思考だったりとか行動とかも変わってくるんじゃないかなと。例えば、まあ、お金持ちになりたい、お金を増やしたいと思えば、節約も頑張るだろうし、あとお仕事も頑張るだろうし、より例えば単価を上げるにはどうしたらいいだろうとかね、より収入を増やすには、副収入を増やすためにはどうしたらいいだろうっていう、まあ、発想になるじゃないですか。っていうところで、まあ、実際にお金が増えますし、あとはね、やっぱりお金の好き嫌いによっても、まあ、付き合う人が変わったりとかするので、まあ、それこそね、付き合う人が変われば、まあ、チャンスだったりとか、お仕事の依頼だったりとか情報だったりとかもね、変わってくるというところで、まあ、もしね、皆さんがここ数年でお金を順調に増やしていきたいというのであれば、お金持ちになりたくない、お金は増やしたくない、お金は嫌いという発想、思考、価値観をぜひ手放していただけたらなというふうに思います。ということで、続いて2つ目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、2つ目は、嫌いなこと、嫌なこと、苦手なことですね。嫌いなこと、嫌なこと、苦手なことです。やはり僕自身ね、20代の前半中盤で、嫌なこととかやりたくないこと、自分にとってストレスになることをずっとやってたんですよ。で、まあ、いわゆる労働収入も長時間してたし、休みもなく、まあ、休みの日も、まあ、嫌な家事とか、尊敬してた上司なんですけども、あの休みの日にね、スポーツをやらないかみたいな感じで誘われて、本当は自分はね、勉強したかったりとかしたんですけども、まあまあ、いやいや言ってた部分もあったりとかはしました。まあ、もちろんね、その方は別に悪い方ではないんですけども、まあ、やっぱりね、上司との付き合いは絶対だみたいな風に思ってたので、まあ、嫌なこと、苦手なこととかね、そういうところにね、時間とかお金とかを使ってると、自分のやりたいこと、好きなことにね、あの時間を回せないし、例えばその自己成長だったりとか、まあ、もっともっとお金を増やすことに、まあ、注力できないわけですよ。そうだから、まあ、ここで伝えたいのは、もし皆さんが嫌なこととか苦手なこととかね、やりたくないことをしているのであれば、なるべくそういうのをやめていかないとお金は増えませんよと。逆に好きなことをやる、やりたいことをやる、まあ、やらなきゃいけない勉強とかね、お金の勉強とか、お金を増やせることをしていかないと、まあ、間違いなく
お金は増えないです。で、僕自身はそういうふうに気づいてですね、個人事業を始めたりとか副業としてね YouTube を始めたりとかもしたんですけども、まず一つにその得意なこと、僕自身はこんなふうに話すことって割と得意だったりとかするので、こういう話すことを仕事にしたりとか、あとは好きなこと、例えばその YouTube を撮るっていうことも、好きなことというか興味関心があったんですよね。だから、そんな風に好きなことと興味関心あることを掛け合わせるとですね、本当に好きこそものの上手なれでどんどん成長していくのが一つと、あとはやっぱり継続されるっていうところで、やっぱりね、自分自身、皆さんもそうだと思うんですけども、自分がやりたいこととか好きなことってやっぱりしている最中がすごく楽しいから、やっぱり継続するんですよね。毎日継続しても苦じゃない方とか結構いらっしゃると思います。で、やっぱりね、その仕事で収入を上げていくとか、お金を稼いでいく、お金を増やしていくっていうところで言えば、やっぱり継続が何より大事なんですよ。多くの方は3日坊主だったりとかね、1ヶ月2ヶ月で結果が出なかったらもうやめたみたいな感じで継続が全然できないわけですよ。そうじゃないと、お金のためにやるんじゃなくて好きなことをするためにお仕事をしていくというか、その好きなことをお仕事にして、最初はね、例えば半年とか無収入でしたけど YouTube は、それでもやっぱりその好きなことを仕事にしたいっていう情熱もあり、そして実際に無収入だったとしてもしたかったことがこの YouTube なので、だからこそ継続できて収入が増えていったっていう感じなので、結論まとめるとですね、嫌なこととか苦手なこと、やりたくないことっていうのは極力手放していって、好きなこととか得意なこととか興味関心あること、あとやりたいこと、そういったところに時間とかお金を回していけば、人生が逆転するというか、もともとお金が増えなかった人生からお金が徐々に増えていく人生に切り替わっていくと思います。で、個人差はあるんですけども、僕で言えば大体半年ぐらいで収益化できました。1ヶ月目の YouTube の広告収益5000円ぐらいだったんですけども、少なって思うかもしれないですが、でもゼロから自分の力でお客さんのために役立ってお金を稼ぐっていうね、一つ重要なことですので、まず5000円から稼いでみると、1ヶ月間で自分の力で5000円稼ぐためにはどうしたらいいのかって考えるのもね、一つ重要だったりとかすると思います。3年で結果が出なかったらちょっとよく考えた方がいいと思うんですけども、せめて1年から3年は継続した方がいいですね。好きなこと、得意なこと、興味関心あることで稼げるために、ぜひ参考にしてみてください。続いて3つ目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、3つ目は怠け心や怠慢ですね。怠け心や怠慢です。これちょっと誤解のないように伝えたいんですけども、自由さを得るために自動化して楽をするっていう発想はまだありだと思うんですけども、努力できるのになんか怠けるとか怠慢になるっていうのはちょっと違うかなって思うわけですよね。それこそ自分の可能性に蓋をして、こんなもんでいいかなみたいな妥協するのはちょっと違うんじゃないかなって思ったりとかもします。もちろんね、手を抜くところは手を抜く、頑張るところは頑張るっていう風に、自分にとってここには力を注ごう、でここはちょっと妥協してもいいかなっていう風にメリハリのあるやり方であれば、全然問題ないとは思いますが、あくまで個人的な価値観というか、自分のね、昔いた身の回りの方、そして昔の僕もそうだったんですけども、やっぱりね、怠けちゃうんですよ。労働時間を短くしてサボったりとか、ずる休みしたこともありますし、仕事を手抜いたりとかね、もう適当にちゃっちゃっと片付けて、で結果怒られたりとかして、いいことってないんですよね。怠け心がついてしまったりとか怠慢になってしまうと。だからもし皆さんが今のお仕事でちょっとね、怠けてきたなと、本当はもっと頑張れるのに、頑張りたいのに怠慢になってしまったりとか怠けているなっていう方は、どこだったら頑張れるのかって考えるのってすごく大事だと思います。今の本業でね、なかなかもう力を注ぎ込めないっていう方もいらっしゃると思います。昔の僕もそうでした、本業にね。だけど YouTube だったら怠けずに努力できるなと、毎日の継続もできるし、例えばこんな風に話すことだったりとか、台本作りだったりとか、リサーチだったりとか、そういうところには多分必死になって努力できるだろうなって思って、今の僕があるわけですよ。だからぜひ皆さんもですね、その努力できる分野ってどこかなとか、例えば同じ業種分野、今の会社だったとしても、ここだったら全力を尽くせるっていう部分とかもある
ると思うんですよね、お仕事だったりとか。そこを見つけて今日から明日からでもとにかくね、その頑張るって決めたことに関してはもう努力を継続するっていうのは大事だと思います。そうすることによってやっぱり成果も上がるでしょうし、まあ、さっきも言った通り継続っていうのがねやっぱり大事です。あの小さな実績を積み上げていくと徐々に徐々に収入年収が上がってきたりとか、まあ、会社員の方であればインセンティブとかボーナスが増えたり、副業を始めた時にね収入が順調に増えたりとか、起業する方もいらっしゃったりとかっていうところで、やっぱりね怠け心とか怠慢を手放して努力する、努力を継続するっていうのは間違いなく大事ですので、ぜひ参考にしてみてください。続いて4つ目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、4つ目は嫌な人間関係ですね。嫌な人間関係です。皆さんは今現にどうですかね、身の回りの関係でまあちょっと嫌だなと思う人だったりとか、苦手だなと思う人いらっしゃいませんか。そして身の回りの関係だけではなくて、まあ、こういった SNS とかでもそうですね。やっぱり十人十色で、まあ、いろんな性格の人、価値観の人っているじゃないですか。だから気が合わない人も当然ながらいると思うんですよね。そういう方の、まあ、SNS もそうだし、フォローもそうだし、あと直接的なね、上司と部下の関係だったりとか、友人とか親戚だったりとか、そういう方との人付き合いとかもやっぱり見直した方がいいです。なぜかというと、やっぱりさっきも言ったように、その人間関係が変わるとやっぱりその自分の行動習慣だったりとか考え方とかも変わるからですね。人が例えばお仕事とかご縁とかチャンスとかをまあ持ってくるわけですよ。だけど例えば自分と気の合わない人だったりとか、まあ、苦手だなっていう人だったりとかね、嫌な人が、まあ、自分とそもそも気が合わないから考え方が違うわけだから、だからそういう自分にとってのチャンスだったりとかいいお仕事って持ってこないはずなんですよ。で情報とかもなんかしょうもない情報だったりとか、まあ、自分にとって興味関心のない情報だったりとかもするので、まあ、そういった方とはまあ何も言わずにちょっとずつ疎遠になっていくとかね、まあ、連絡先を消すとかフォローを外すっていうのが大事だと思います。じゃないと自分ばっかりどんどん時間を奪われてしまったりとか、お金をね使ってしまったりっていうところで結果お金が増えないので、まあ、そういう嫌な人、苦手な人、気の合わない人とはなるべく距離を取った方がいいと思います。でその一方でやっぱり人間関係の構築っていうところではすごく大事なことがあって、まあ、尊敬する人だったりとか、憧れの人、そして自分にとって有益な情報をくれる人とか、成長を促してくれる人、こういった方との人間関係はすごく大事です。そういった方とのご縁を広げて、まあ、そういう方からいろいろチャンスをもらえたりとか、仕事をもらえたりとか、まあ成長をね促してくれて、どんどん自己成長していって収入アップにつながっていったりとかするので、本当にこの人間関係ってめちゃくちゃ大事です。先日もですね、ちょっとクラブハウスでご縁があって、まあ、投資家の方、不動産を買われたっていう方がいまして、あまり詳細は言えないんですけども、まあ、その方はですね年収400万円の OL だったそうなんですけども、本当にご縁を大事にした結果、回り回って年収400万円だけど8500万円の確か新築マンションを買ったっておっしゃってたんですよ。で僕自身はその額にびっくりして、普通8500万円の新築マンションって買えないんですよ。今でも僕自身はまあ融資してもらえれば買えるかもしれないですけど、でもなかなか気が引けるんですよね。だけどまあこう言ってしまったらちょっとね、その方に本当に申し訳ないんですけども、まあ僕より収入が低い方って言ったらあれですけども、年収400万円の方が融資をしてもらったことも多分奇跡だと思うし、で8500万円のね新築マンション1棟投資用で買ってっていうところで聞いたらめちゃくちゃびっくりしましたね。でそれぐらいその方はご縁っていうものを大事にしていて、まあ、それこそ最初の、参加したそのマネーセミナーみたいなところに参加したところからその始まったわけです。その方の人生がターニングポイントになったわけですよね。でちなみにそのセミナー60万円ぐらいって言ってました。数日で60万円って言ってたかな。で結構な額でちょっと怪しく聞こえるんですけど、まあ、それでもその方はねすごい人生変わっていて、そのセミナーに参加したところからいろんな人のご縁がつながって、それから不動産の社長とか、まあ、人生のねその方にとっても師匠って呼ばれる方がいろんなアドバイスをしてくれて、こうした方がいいよ、ああした方がいいよ、起業した方がいいよとかね、いろんなアドバイスを受けた結果、本当にチャンスに恵まれて、その8500
8500万円もするねマンションを買ったっていうふうにおっしゃっていたので、そういう意味でもですね、やっぱりそのもしその方が嫌な方とかね、苦手な方とか気の合わない方とずっと付き合ってたら、まあ、そういうご縁には恵まれなかったわけです。そういうチャンスには恵まれなかったわけですよ。なので、まあ、今回の例はちょっと極端かもしれないんですけども、だけどやっぱり僕自身の人生を振り返ってみても、やっぱりこの憧れとか尊敬する方との関係は大事にした方がいいと僕自身は思っています。それこそ書籍出版のねご依頼が来たりとか、イベントしませんかっていうご依頼が来たりとかね、いろいろその仕事の幅にもつながったし、投資をするようにもなったし、最近だとちょっと不動産も買おうかなと思ったりとかもしてるので、やっぱりね自分の身近にどういう人がいるか、どういう人からどういう情報をキャッチするかってすごく大事なので、ぜひ皆さんもこの動画を機にですね、一度身の回りの人間関係だったりとか、どういう人から情報収集しているのか、その人がどういう情報が発せられているのかっていうのを今一度ちょっとね確認してほしいなと思います。続いて5つ目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、5つ目は頑固ですね、頑固さですね。これもやっぱり、まあ、その方のお話でも言ってたんですけども、やっぱり素直だからいろんな方から可愛がられて、いろんなアドバイスを受けて実践できたっていう風に言ったんですよね。でまたその方のお知り合いの方が、まあ、クラブハウスにちょっとね参加していただいて、その方も確かサロンかなんかを、エステサロンかなんかをなんか15店舗ぐらい経営されてる、運営されてる方で、やっぱりね従業員だったりとかいろんな方にアドバイスするわけですよ。でアドバイスしたのに、いや自分はそういうことやりたいわけじゃないんですよねみたいなことを言われると、やっぱり抵抗しないって言ったらちょっとあれですけども、まあ、せっかくアドバイスしたのにっていうのもあるし、ちょっとひねくれた言い方かもしれないですけども、二度とアドバイスしてやるかみたいな雰囲気になるわけですよ。で可愛がられないわけですよね。だからそういう風に頑固になってしまう、もう自分がっていう風になってしまうと、やっぱりそのチャンスを無下にするというか、まあお仕事のね依頼も来ない可能性も高くなっちゃうし、チャンスとかもね、舞い込んでこなくなるし、まあ可愛がられないわけですよ、頑固だと。まあもちろん信念は大事だと思います。自分はこう生きるんだっていう信念は大事だと思うんですけども、もし仮に皆さんが成功もしてないのに、自分のその自己流のねやり方を前面に出してしまうと、いやそれをやってるから成功していないんでしょってやっぱ思われるそうなんですよ。だからとにかく最初は疑う余地もなく行動するようにしていけば可愛がれるし、あとはいろんなアドバイスをくれるしっていうところで、やっぱり多くの成功者の方、経営者の方、投資家の方が素直になることってすごく大事だよねっていうふうに言っていました。で、まあ、さっきのねその8500万円の投資をねマンションを買われたっていう方とかもおっしゃってたんですけども、とにかくいろんなご縁でつながったすごい方からのアドバイスはもう絶対に、まあ、拒否しないというか、もうとにかくやるっていうふうに言ってましたね。もうノーはないというふうにね、断ることは絶対にしないっていうふうに言ってた結果、言ってみたらその年収400万円っていうねご収入とかでも8500万円のね投資をできたというか、まあ、不動産を買うことができたっていうふうにおっしゃったので、やっぱりそういうご縁も大事だし、素直になることってすごく大事だなって僕自身はその話聞いてて思いました。なので、まあ、結論ですね、もしかしたら皆さんの中に頑固な方とかね、もう自分がもう自分のやり方を徹底したいんだっていう方とかもいらっしゃるかもしれませんが、もし仮に今後ね、まあ、すごい方とか尊敬される方とか皆さんより実績が上な方にアドバイスをもらうときは、疑うんじゃなくてまずやってみるっていうのは大事です。で僕自身もいろんな方からアドバイスをいただきました。で確かにやっぱり僕自身もね、もともとは全然貧乏人だったので、その癖が抜けきらずにやっぱりできないっていうこともあるんですけども、なるべくやろうとはします、はい、まずは疑う余地もなくやってみて、やった結果を報告して、どうしたらいいんだろう、まあ自分はこういうふうに考えてるんですけども、こういうふうにやってみたんですけどうまくいかなくてっていうご相談をさせていただけるように、なるべく実践するようにしています。もちろんね、その家庭環境だったりとか人生って人それぞれなので、できることできないことって当然ながらあると思いますが、極力行動できる姿勢は見せといた方がいいと思います。じゃないとね、やっぱりそういうすごい人とか尊敬する人とか憧れの人からもう面倒見てもらえなくなっちゃうので、なるべく素直になって行動するっていうのはすごく
お金を増やすためには重要なことなので、ぜひ参考にしてみてください。続いて6つ目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、6つ目は勉強しない習慣ですね。勉強しない習慣は手放した方がいいかなというふうに思います。これはね、もう皆さんね、言わなくても分かることなので、さらっと流していきますけども、やっぱり勉強しないとお金持ちになっていく過程で必要な知識も身につかないし、やっぱり勉強嫌いな人だったりとか、まあ、全然知識に疎い人って、まあ言ってみたらお金持ちの方とか成功している方だったりとかから距離を取られるというか、まあ確かに知識不足の点で言えばまだまだ大丈夫なんですけども、知識不足だからこそ勉強してほしいんですよ。知識が全然あるないに関わらず、勉強してるかどうかってやっぱり見られるんですよね。あ、この人言ったところで、まあ、勉強しないなと思ったらもう適当にアドバイスパパッとして、あ、もうさよならみたいな感じになるんですけども、あ、この人一生懸命勉強もしてるし真剣だから自分も親身になって相談を受けようとかね、なるべくいい情報を提供してあげようって、やっぱりそのアドバイスする側も姿勢が変わるわけですよ。そうだから、勉強のするしないって皆さんの人生にとっても僕の人生にとっても大きく影響してきますと。だから僕自身はもう毎日のように勉強するし、分からないことがあれば、まあ、自分で調べてみたりとか、あとはいや、これってどういうことですかとか、いや、こういうことについてちょっと初耳なんですけど、具体的にはどういうことなんでしょうみたいに、もうとにかく聞くんですよ。とにかく恥をさらしてでも、すいません、ちょっとここの点に対しては初心者なので、ごめんなさい、詳しく教えてくださいとかって言えば、普通に親身に教えてくれたりとかするんですよね。だからそういう姿勢も大事だし、素直になることも大事だし、まあ、何でもかんでも聞くっていうよりは、分からないこととか分からない言葉が出てきたら、すぐにもう Google とかで調べて、あ、今ね、この言葉は分からなくて、こういうふうに調べてみたんですけど、これで合ってますかみたいに聞き直すとかでも全然ありだと思います。で、僕自身もそうされると嬉しいんですよね。この人すごい行動が早いなってびっくりもするし、あ、この人だったら、まあ、相談受けてもいいかなって思えるわけですよ。で、逆の立場で僕自身が相談受ける側だった時も、まあ、なるべくそういうふうに思われるように、とにかく勉強すると。本も読むし、セミナーにも参加するし、わからないことがあったらとにかく聞くというのが僕自身は大事にしているので、ぜひ皆さんもですね、そんな風にしていくと間違いなく本業の実績も上がって収入上がったりとか、まあ、いろんな人から可愛がられていろんなアドバイスいただいたりとか、副業で成功したりとか、ご縁が広がって、あ、この人だったらこういう仕事を任せよっていう風にね、お仕事の依頼が来たりとかするので、ぜひそんな風にやってみてください。僕自身ね、本当にちょっと話逸れるかもしれないですけども、めちゃくちゃご縁を大事にしてきて、素直になって、そしてなるべくすごい人とかと関わるようにして、ご縁を大事にして勉強するようにしてたら本当に人生変わったんですよね。もう最近もですね、いろんなお仕事をいただけるようになって、もう本当にありがたいなと思ったんですけども、まとめていくと、まあ、勉強するっていうのはすごく大事なので、まあ、1日せめて30分は読書をするとか、わからない言葉を調べていただいたりとか、まあ、会社の中でもいいですけども、とにかく勉強していくっていうのをね、大事にしてほしいなと思います。もう勉強するために、自分の成長のために時間とお金をかけていくっていうのはすごく大事だと思います。続いて7つ目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、7つ目はパクらない習慣ですね。パクらない習慣です。で、逆にぜひ皆さんに取り入れてほしい習慣が、もうとにかく徹底的にパクるということですね。よくね、誤解されがちなのは、いや、なんか人の真似事をすることはダメなことだというか、パクってばかりだみたいなことをね、まあ、たまに僕も言われたりとかするんですけども、その発想だと、まあ、間違いなく結論お金増えないんですよ。やっぱりすごい人の、尊敬する人の、憧れな人の背中を見て真似ていかなきゃいけないし、で、僕たち人間ってね、もう生まれた時って赤ちゃんなわけじゃないですか。で、子供がすくすく育っていくのも親の背中を見て親の真似事をするからですよね。親だったり学校の先生だったりとか、周りの友達の影響を受けて真似していくからこそ、まあ、今の僕たちがいるわけですよ。人間形成されていくわけですよね。だからそもそもパクらないっていうのは人間の本質じゃないと、むしろ成長しなくなっちゃうんですよ。だからもちろんね、その法律に反するようなパクるっていうのは良くないんですけども、あくまで合法的なやり方で、とにかくいろんなことをパクるっていうのは大事だと思います。とにかく周りからパクってばかりだねとか、もう他人の真似事ばかりだなっていう風に、もうワンは言われようとも知ったこっちゃないと。とにかく自分が、まあ、経済的な自立だったりとか、時間的な自由だったりとかね、ゆとりだったりとかもそうですし、心の豊かさを手に入れるためには、やっぱりそういう風に真似て成長していかなきゃ、間違いなくお金も増えないし、時間も増えないし、心のゆとりなんてもう手に入らない
ないわけだから、もうとにかくパクっていくっていうのはすごく大事です。でパクるっていう表現がまあそもそも間違ってるのかもしれないですけど、まあ、真似するっていうことですね。皆さんもきっとご存知だと思いますけども、学ぶっていうのはもともとはね、真似ぶ、真似するっていうところから由来した言葉だっていうふうにね、僕自身ちょっと小耳に挟んだことがあって、だから真似ることってすごくすごく大事なんですよ。だから例えば僕自身も副業を始める時とかもですね、あのメンタリスト DAIGO さんのニコニコ動画をまあ真似してって言ったらあれですけども、あの YouTube っていうものを始めてね、インターネットで情報発信する、これも一つ学ぶっていうことですね。真似るっていうことじゃないですか。でさらにこういう語り口調で話すのもメンタリスト DAIGO さんのもともと真似して、まあ、これがきっかけだったし、あとは例えば今でこそ YouTube のいろんな YouTuber さんの企画をちょっと真似てみたりとか、あとは例えばサムネのなんか作り方を真似てみたりとか、まあ、いろんなことを真似て今の僕がいるわけですよ。でとにかく真似て真似て真似てパクってパクってパクった結果、徐々に徐々に登録者も増えていって、まあ、収益もどんどん増えていったわけですよね。そうだからとにかく皆さんがお金を増やしていきたいと思うのであれば、とにかく仕事のやり方だったりとか仕事の仕方だったりとか、まあ、実際そのお金の増やし方だったりとかをとにかく真似ていかないとお金っていうのは増えていかないので、だからこそもうパクらないっていう習慣、真似るのはダメだっていうなんかその価値観だったりとかも手放していかなきゃいけないし、なんか頑固になるっていうのはもうやめた方がいいですね。そういった意味でもぜひもう今日からですね、もうとにかく今日一人すごい人とか尊敬できる人を見つけて、とにかくその人を観察してですね、どうしたらその人はうまくいったのか、どうしてその人はうまくいったのか、どういう風にしてるからこそ今うまくいってるのかっていう、とにかく観察して真似られるところはないかっていうのは1個でも2個でも見つけて、今日とか明日から、まあ、皆さんのね実践に生かしてほしいなという風に思います。続いて8つ目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、8つ目はできないという言葉ですね。できないという言葉です。これはぜひねもう皆さんに手放してほしいんですけども、できないとかその否定語ばっかり使ってる、例えば時間がないとかお金がないとかね、まあ、できないできないできないって言っちゃうと、まあ、さっきも言ったようにやっぱり自分の人生の可能性に蓋をしちゃうんですよ。だからできないという言葉を言い続けるとですね、結果できることもなくなっちゃって、まあ、今の生活のままになってしまったりとか、人生とか生活が停滞してしまう原因になっちゃうので、とにかく大事なのはできない理由を探すんじゃなくて、今からでも今の自分にもできることは何だろうかって考えることは大事ですね。今からできること、今から始められることは何なのか、できることをとにかく探していくっていうのはすごく大事だと思います。で、多くの失敗する方とかお金が全く増えない方、ご縁がない方ってできないこととか時間がないこと、お金がないこととかを考えがちだし、あとはやっぱりいきなりのハードルを高くしがちなんですよ。で、周りの目を気にしてしまって批判されるんじゃないか、否定されるんじゃないか、わーわー言われるんじゃないか、アンチ怖いみたいな風になっちゃうと、結果自分の可能性に蓋をしてしまってね、もう何にもできない、お金も増えない、時間も増えない、なんかこじんまりとした生活になってしまうという風になってしまうので、でもやっぱり多くの方の幸せってやっぱり自由に生きることだし、自分のしたいことをすると、もう心赴くままに暮らすことっていうのがね、多分おそらく皆さん共通してその幸せの要素の一つだと思うんですよ。だからできないできないっていうんじゃなくて、自分にできることは何だろうかっていうのを考えるのもそうだし、時間がないとかお金がないとかっていうのを言い訳にしてやらないんじゃなくて、じゃあ今からできることは何かと、お金を生むために、時間を生むためにできることって何だろうかっていうのを考えることも大事だし、それこそご縁だったりとかもね、まあ、人間関係がない、スキルがない、人脈がないとかね、能力が足りないとかっていうところで足りない探しをするんじゃなくて、じゃあ今あるものは何かと考えて逆算して、じゃあ足りない部分を補うためにはどういうふうに行動していったらいいのかみたいなことを考えていくっていうのが大事だと思います。昔の僕もですね、実際できないばっかり言ってたんですよ。言い訳ばっかりして全然行動しない人間だったんですけども、本当に今僕自身がこうしてって言ったらちょっとあれですけども、まあ、人生がうまく回るようになったのは、うまくいくようになったのは、やっぱりできることをとにかくひたすらここ数年でやってきたからなんですよね。だから、まあ、この動画のテーマでもある数年でお金を順調に増やしていくためには、お金を増やすために今日からできることをひたすら積み上げていくと、もうこれに尽きると思います。なのでぜひ皆さんね、あのこの動画を見終えた後、今日から明日からはもうとにかくできないっていう言葉を禁句にすると、お金がないとか時間がないっていうのを禁句にして、じゃあお金がないとか時間がないなら、じゃあ増やすためにどうすればいいのか、今日からできること、何ならできるかっていうのをぜひ考えてみてほしいなと思います。続いて9つ目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、9つ目はお金を貯め込むことですね。
お金を貯め込むことです。これちょっとね意外だっていう風に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これどうして NG なのか、手放した方がいいのかっていうと、お金を貯め込めば貯め込むほど機会損失しているからですね。つまりお金を使えばその使った額とまあ同等の価値が入ってくるわけじゃないですか。お金に代わる何か価値、例えば情報だったりとかスキルとか能力だったりとかご縁だったりとか、あとは自己成長だったりとか、まあ、何かお金に代わる価値がたくさん入ってくるわけですよね。つまりお金を貯め込めば貯め込むほどそういった価値が入ってこなくなるので、これあまりよろしくないわけですよ。なので、まあ、僕自身も実際ね昔はそういうお金を貯め込む習性があったというか、やっぱり貯金大国じゃないですか日本って。で周りから結構貯金しろ貯金しろって言われてきたから、やっぱりそういう考えが抜け切らずに、まあ、20代のうちに結構貯金しちゃったんですけども、ただちょっと僕のことは棚に置いといて、結構ね、まあ、YouTube だったりとか Instagram だったりとかで20代で貯金っていう部分でね、現金で1000万円とか1500万円貯めましたっていう方がいらっしゃるんですよ。でもちろんその方を全面的に否定するわけでもないし、もしかしたらその方も収入が高すぎてとか、支出が低すぎてもう使っても使ってもあり余るっていうところで1000万とか1500万貯まった方とかもいらっしゃるので、それだったら別にいいんですけども、とにかく節約をしてもうコツコツね支出も減らして、で自己投資とか自己成長とかご縁とかチャンスを増やすために使うためにお金を使うんじゃなくて、とにかく貯金を貯めるっていうので1000万円1500万円貯めたっていうのはちょっともったいないなって思うんですよ。これなぜかというと、人生ね、まあ、これから30代40代50代60代っていう風に、まあ、この先長いわけじゃないですか。ってなった時にやっぱりこの20代っていうところでやっぱりいろんな失敗をした方がいいし、いろんなことにお金を使って、まあ、いろんな学べることってあるので、僕自身は、まあ、貯金はほどほどにしてとにかくお金を使った方がいいなっていう風に思います。まあ、使い方はね本当に十人十色で、まあ、いろんな使い方があると思うんですけども、まあ、それこそ、まあ、ギャンブルに一時的に使ってもいいと思う。それも一つ経験だと思うんですよね。あとは例えばお酒だったりとか飲み会だったりご縁だったりとかお仕事事業投資だったりとか自己成長だったりとか、とにかくいろんなことにお金を使って、でその経験を踏まえて、まあ、例えば20代後半だったりとか30代からお金の使い方を改めてメリハリのあるお金の使い方にしてもらったりとか、あとは例えばできるだけそのおすすめなんですけども自己投資とかね事業投資とかインデックス投資っていうところにどんどんお金を回していくっていうのは個人的なおすすめですね。なので、まあ、結論皆さんにお伝えしたいのは、できればお金を貯め込むっていうのはもう手放してほしいなと。で逆にどんどんお金を使っていきましょうよっていうのを、まあ、今回ちょっと提案させていただきたいんですね。であくまで注意なんですけども、消費とか浪費には極力お金を使わない方がいいです。もうシンプルに投資ですね。自分の成長だったりとか新しい体験だったりとかにお金を使うっていうのもそうだし、あとは自分の仕事、好きなこととかやりたいことを仕事にできるように、その事業投資、お仕事にお金を使ったりとか、インデックス投資っていうところで、まあ、なるべく20代前半からね、もう20代のうちから学生のうちから3000でも5000でもいいからとにかく積み立ててほしいなとは思うんですけども、ざっくりもう30歳ぐらいからもうガツンとね、多分収入も20代でたくさんお金を使ってきたからこそ、経験してきて自己成長してきたからこそ収入も増えていくと思うので、その時に30代からガツンと投資をすると、事業投資とかインデックス投資とかね、あとは不動産買うとかっていう風に可能性がすごく広がるので、まあ、そんな風にやっていくってすごく大事だと思います。ちょっと話長くなっちゃうかもしれないですけども、例えばですけども、年収300万円の方がいて、毎月ね3万円とか5万円とかしっかりね貯金をして、まあ例えば数百万円1000万円貯金した方がいるとするじゃないですか、この20代っていうその10年間で。だけどその方って30代になった時にいきなり収入が上がるわけじゃないですよね。ずっと年収300万円のままだと思うんですよ。だけど数百万円貯まらなかったとしても、自己投資とか事業投資とかで徐々に年収を上げていけば、たとえ30代を迎えた時に貯金がね100万円とか200万円しかなかったとしても、もう年収が高いから、もしその時にインデックス投資をしようとか、もうがっつり貯金をしようと思ったら、おそらく10年間で例えば数百万円1000万円貯めてきた人よりも、例えば30代の10年間とかで追い越されると思うんですよ。やっぱりそういった意味で、その事業投資をする、インデックス投資を
する、自己投資をする、まあ未来のためのなんかそのお金の使い方すごく大事だということですね。なのでもし皆さんの中でもうとにかくお金を貯め込んでると、現金で貯め込んでるという方は一度ちょっとね気をつけた方が、見直した方がいいと思います。もうとにかくお金に旅をさせると、投資をするとかでもいいし、自分の方に還元するっていう意味でね、成長自己投資に使うとか、事業投資に使ってみるっていうのはすごく大事。とにかくお金を使うことっていうのは大事です。まあ、もちろんね生活防衛資金はね、生活費のそうですね3ヶ月6ヶ月1年分ぐらいは残して、残りの余剰資金に関してはお金に旅をさせるっていうのがすごく大事だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。続いて10個目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、10個目は仕事が辛い時ただただ働く習慣ですね。仕事が辛い時ただただ働くという習慣はもう手放した方がいいかなというふうに思います。おそらくこの動画を見ている大半の方はですね、お仕事が辛いなと、お仕事しんどいなと思ってもう何も考えずにただただ働いている方、ただただ労働をしている方ってきっと多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、そんな方におすすめなのは、まあ、いろんな方法があるんですけども、まあ、もちろんねそのお仕事が辛すぎて、まあ、大変だと、あのメンタルも病んできちゃうし、まあ、精神的にも肉体的にもきついというのであれば、そのお仕事を辞めて転職をするとかね、自分で起業するとか、個人事業を始めるとかでも全然ありだとは思うんですが、まず初めに皆さんにやってほしいのは、今のお仕事をどうやったら楽しめるかなっていうのを考えてほしいんですよ。で、僕自身もそれこそね、今でこそ好きなお仕事とかやりたい仕事をするようにはしてるんですけども、やっぱり結果が出なかったりとか、その周りからワーワー言われたりとかっていうところで、まあ、やっぱりその常に楽しいわけじゃないんですよ。だからそんな時に僕自身が考えるのは、どうやったら今のお仕事が楽しくなるかなっていうのをよくよく考えるんですね。例えば同じミニマリスト仲間の人と、まあ、たくさん話すとかね、愚痴を言うってわけじゃないんですけども、まあこういう辛いことがあってっていうふうに、まあ相談したりとかも全然しますし、あとはじゃあ仕事を楽しむためには、そういう否定的な言葉とかネガティブな言葉はもう自分の耳に入れないようにしたりとかね、そうすることによって自分のやりたいこと、好きなことを好きなようにできるわけじゃないですか。あとは例えば自分でこういうふうにね一人で語る動画ばっかり撮ってると、だんだん退屈してきたりとかするので、だからこそ日本全国のミニマリストさんに会いに行って、取材してインタビューして、でその動画をアップしたりっていうのも、これも一つ自分が仕事を楽しむために出たアイディアなんですよ。だからそんな風にしていくと、どんどん自分の好きが楽しくなってくるので、ぜひ皆さんの本業がもし仮に嫌だったとしても、まあ、好きな仕事をしていてたとしても、ね、退屈していきたいとか嫌な仕事とかもあったりとかするので、とにかく今のお仕事がどうやったら楽しくなるかなっていうのを常に考えてほしいなと思います。そうすると例えばお仕事を楽しんでいる人のところにやっぱり人も集まってくるし、人が集まってくるっていうことはお金も集まってきたりとか、アドバイスをもらえたりとか、まあ、情報も集まってきますよね。っていうところで仕事が軌道に乗りやすいし、安定した収入も得られやすかったりとか、仕事の幅が広がったりとか収入源が増えたりとかするので、もうとにかく仕事を楽しむっていうのはすごく大事だと思います。全然仕事楽しめずに、なんか暗い顔をして毎日ね疲れ切った状態でお仕事をしているとですね、やっぱり人も近寄らないし、近寄りたくないし、やっぱりいい情報も集まってきませんし、収入も増えていかないので、やっぱり悪循環になってしまうと。とにかく今の仕事を楽しむ、楽しめる要素は何かっていうのをぜひ今一度考えてみてください。続いて11個目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、111個目はお金のために働くということですね。お金のために働くということです。これもきっと多くの方がですね、生活を回すためにとかね、お金のために、子供のために、とにかく嫌なお仕事でも頑張って働いてるんだという方も実際にいらっしゃると思いますが、これは正しくない働き方ですね。あまりおすすめしないです。で、これなぜかというと、やっぱりお金のために働くと、もらえるお金、収入に見合った労働しかしなかったりとか、やっぱり他人から奪おう奪おうってしちゃうんですよね。で、そういった意味でもうまくいかないし、かつそういう方っていうのはもちろん全員ではないと思いますが、まあ、ひねくれた方がいて、稼げる人とかね、お金をうまく稼いでる人とか、まあ、成功してる人を見て、まあ、わーわー言ったり
とかね、劣等感を持って、なんかそのあいつはなんか金にがめついとかね、汚いっていう風になっちゃうので、そうじゃないと。順番が違くて、お金ってのはあくまでおまけとしてついてくるものだっていう風に捉えていただいて、まずはたとえ収入が低くてもいいから、もう無給でもボランティアでもいいから、とにかく他人から感謝されることをするっていうのがすごく大事なんですよね。感謝される数っていうのが増えてくると、後からお金って間違いなくついてきます。例えばチップをもらえたりとか、例えば1万円でお仕事をしてくれないっていう風に、どんどん単価が上がってくるというか、収入が増えてきたりとかするわけですよ。例えばこの YouTube とかでもそうですよね。やっぱりお金のために僕自身働いてたら、多分6ヶ月も無給で働いてなかったと思います。広告収益の審査が通るまでね、6ヶ月ぐらいかかったので。だけど人に感謝されることをすれば、お金って後からついてくるんだよっていう、お金の本とかでもたくさん書いてあったから、最初はね疑ってたんですけども、なんかそんな怪しいスピリチュアル的なことって現実起こるのって思ってたんですけども、でも実際に6ヶ月やってみたら、そのありがとうって言われる数がどんどん増えていって、登録者も増え、そして視聴時間もね、過去累計再生時間4000時間超えて、 YouTube の審査が通って、無事広告がついて、で収益がどん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 上がっていったわけですよ。だからとにかく皆さんが仮にここ数年でお金を増やしたいのであれば、とにかく感謝される数っていうのをとにかく徹底して増やしていかなきゃいけないんですよ。だからぜひ、今のお仕事でもいいし、もっと別ジャンルのお客様に対して感謝されたいと、例えば自分が好きな分野だったりとか得意分野で、とにかく感謝されることをしようっていうところで仕事を生み出して、とにかくやっていけば、間違いなくそれがお仕事になると思いますので、そんな風にお金のために働いている方はですね、まず何だったら、何を自分をやれば人から感謝されるのかっていうのを考えていただいて、それをコツコツ実践していくっていうのは大事ですね。仕事っていうのはね、とにかく人に感謝されることをやって、その対価としてお金をもらうことなので、後からついてくるわけです。先に感謝されることが大事なわけですね。先にお金を奪っちゃいけないと。だからぜひ皆さんね、とにかくお金お金ってなってる人、とにかくお給料上げてくれとかね、とにかくお金くださいって思ってる方は、一旦その思考をやめていただいて、まずは貢献すると、相手に貢献する、相手のお手伝いをする、相手から感謝されることをするっていうのをまずやってみてください。続いて12個目に参りたいと思います。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、12個目は忙しい生活ですね。忙しい生活です。これ結構頻繁に言ってることなので、さらっと流しますけども、やっぱり時間に余裕がない人、スケジュールがもうガッチガチに埋まってる人は、自分がやりたいこととかチャンスがいざ舞い込んできたとしても、時間がないからチャンスってつかめないんですよ。なのでもう結論シンプルに、時間にゆとりを持ちましょうと。そのために例えば物を徹底的に減らしてミニマリストになるっていうのもそうだし、スケジュール帳もですね、いろんなスケジュールを埋める際に、必ず1日の中で数時間は余白を持つようにするとか、あとは週末はなるべくまとまった時間を空けるようにしておくとかね、僕の場合は今はもう2日に1回仕事に入れて、2日に1回は何でも入ってきてもいいように余白を空けたりとかしています。あとは1日の中でも、朝こうやって早くからね、もう5時半ぐらいから撮影してるんですけども、その朝早く撮影する、仕事をする、やらなきゃいけないことをするのも、残りの時間で自由な時間を作って、例えば急に会議が入るとか、こういうことをちょっと急遽やってほしいんですけどって、なんか舞い込んできた時にもうすぐにね、手をつけられるようにしていますと。でそういう時間にゆとりがある人、時間持ちの方がお金持ちになっていくので、もし今ね、現時点で忙しい生活をしている方はですね、とにかく1秒でもいいから自由な時間を得るために、無駄なこと、無駄な作業っていうのを減らしてほしいなと思います。ということで最後13個目ですね。数年でお金を順調に増やすために手放すべきこと、13個目は不平不満を言う時間ですね。不平不満や愚痴を言う時間はもう絶対に手放した方がいいです。理由はまず一つに、不平不満とか愚痴を言ってると、まず自分の気分が悪くなるし、精神状態も悪くなるし、脳の状態も悪くなるからです。そして不平不満言ってるとか愚痴を言うことによって、すごい人とか憧れの人はそういう言葉が嫌いなので、そういう人がどんどん離れていっちゃうと。だからチャンスに恵まれないっていうのが一つと、あと最後3つ目の理由としては、もう不平不満を言ってる時間がそもそももったいないから、もうそういう時間があるのであれば、
もう言いたくなる人はもう自分のもう視界からもうすっ飛ばしていただいても排除してもらって、とにかく自分が今やらなきゃいけないことに集中するっていうのが大事だと思います。とにかく皆さんがお金を増やすために、そして人生を変えていくために、もう愚痴を言うんじゃなくて、とにかく行動していくと、口を動かすんじゃなくて、とにかく足とか手を動かすというところがやっぱり大事になってくると思います。でもし不平不満というか愚痴を言うんだったら、もうその人のいいところを見つけて、何か盗めるところはないかな、すごいところはないかな、で自分の成長につなげられるところはないかなっていうふうに見ていくことっていうのはすごく大事だと思います。そうは言ってもやっぱり気の合わない人とかはいらっしゃるので、まあ、そういう方はもうとにかく縁を切って疎遠になって、とにかく自分にとって尊敬できる人、感謝できる人とかね、憧れの人と付き合って、とにかくその人が学んでいくっていうのが大事だと思います。なので、まあ、結論、不平不満を言う時間をとにかく手放していって、なるべく前向きなことを言うようにしたりとかね、それこそ感謝したりとか褒めたりとか、あとはなるべくすごい人、憧れの人と付き合って見習うようにしたりとかっていうのがすごく大事だと思います。ということで今回の動画は以上になりまして、13個ほどご紹介させていただきました。数年でお金を順調に増やすために手放すべきことを13個を紹介してきましたけども、僕自身は今回それらのことを手放して、今までにその収入だったりとか貯金とかもまあ1000万円を超えたわけですよ。だからぜひ皆さんもですね、これらのものを実践してほしいなと、手放してほしいなと思いますので、まあ、もちろんね、合う合わないあると思います。できるできないっていうのあると思うので、できるところからね、ぜひ共感した部分だったりとか参考になった部分とか、あ、これだったら今日からでもできるかなっていうものがあれば、ぜひね実践してほしいなと思います。ということで本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。